どうも、乱食チャンネルです。今日はですね、タイトルにもある通り、僕が気をつけているスポーツウェアの汗の匂いの対策を紹介したいなと思います。この夏は特になんですけど、汗をかく機会が多くなるかなと思います。まあ、そんな時に気になるのがこの汗の匂い、汗をかいた時のスポーツウェアの匂いかなと思います。僕自身もランニングコーチとして指導、まあパーソナル等々で指導させていただく機会があるんですけども、やっぱそういった時に自分の着てるウェアが臭かったりすると、やっぱりいい印象は持たれないので、できるだけこう快適に、あんまりお客さんに不快な思いをさせないように、できるだけ自分も綺麗な状態を保ちたいなと思っているわけなんですけど、そのために対策していることというところで紹介させていただければなと思います。まあ、以前まではですね、あんまりスポーツウェアのそういった匂いみたいなところではあんまり気にしてなかったんですけど、ここ最近トレーニングを2部練習にするようになってからちょっと気にするようになりました。それはなんでかっていうと、洗濯を1日、多くても1日1回なんですよね。はい。特に一人暮らしの方にも言えるかなと思うんですけど、洗濯物ってそんなに多くは出てこないんだけど、ランナーの場合、汗をかいてしまったやつをどうしたらいいのかっていうところも大きな問題になってきますし、まあ、僕の場合は1日2回走ってるので、夜洗濯するってなると、朝の分ですね、朝の分を、汗をかいた状態で放置している状態になってしまうんですよね。基本的にこの汗、スポーツウェアの汗の匂いに関しては、かいた汗が臭いわけではなく、かいた汗を吸ったウェアですね。吸ったウェアを放置することによって、このウェアの繊維の奥底に匂いの元となる雑菌が繁殖することによって匂いの元になると言われております。なので汗をかくこと自体が悪いわけではなく、汗をかいた後ですね、汗をかいた後の対策がとても大事になってくるかなと思います。まあ、そうなった時に一人暮らしの方だったり、僕みたいに1日2回練習やってて夜まとめて洗濯するっていうの方の場合だと、対策が必要になってくるわけですね。そこで僕がおすすめしているのがこちら、ワイドハイターですね。こちらがとてもおすすめでした。実際僕この洗剤を使い始めて約1ヶ月ぐらいなんですけど、使う前に比べるとこのウェアの汗臭さみたいなところはすごく改善したかなと思っております。はい。というところでですね、これぜひすごくおすすめなので、毎日洗濯しているわけじゃない方とか、あとは1日2回練習している方とかにはすごくおすすめかなと思います。朝のウェアはどうしても洗濯すぐにはできないので、朝練習して、そのウェア、濡れたウェアは、そのままシャワールーム、一緒に、自分がシャワー浴びるときに一緒に水洗いして、こちらのワイドハイターに付け置きしております。で、付け置きして、このワイドハイターに関しては、まあ、2時間以上使っちゃうと色落ち、変色してしまうというところもあるので、2時間以内で終わらせて、一度、水洗い、自分で手洗いで水洗いして、絞って、浴室で、少し干しております。で、夜ですね、夜もう一回走ったウェアと合わせて夜洗濯して干すようにしております。まあ、これでだいぶ匂いの元は改善したかなと思っております。匂いがするっていうのは防ぎたいなと思っておりますので、こういったものを活用しております。まあ、実際ですね、このワイドハイターの使って洗濯してもう一回走ってっていうのをちょっと動画にしてきたので、そちらをですね、ぜひ一度見ていただければなと思います。ということで、こちらですね、ワイドハイター使っていきます。まあ、これはどこでも買えるんじゃないかな。はい。まあ、ドラッグストア行けばどこでも買えると思うし、Amazon だと、安く買えるかなと思います。はい。ぜひお試しください。漂白剤ですね。はい。洗剤では落ちない汚れ匂いに超絶スッキリということで、使い方は簡単です。こちらですね、水60リットルに40ミリリットルと、そのままね、これ洗濯機に入れて使ってもできるようです。はい。あとはつけ置きですね。はい。つけ置きも OK と書かれております。つけ置きの場合は水1リットルに対して10ミリということです。はい。
まあ、毎回ね、練習してトレーニングランニングして汗かいたものをそのまますぐ洗濯するとかだったらいいと思うんですけど、みんなの洗濯物が出揃うまでは1日洗わないかなと思いますし、僕も、基本的に朝と夜2回練習してるんですけど、まあ、自分の朝練習の洋服と午後走った時の洋服一緒に洗うので、朝練習したものはつけ置きしないと、臭くなってしまうので、僕はこのつけ置きを使っております。はい、じゃあまず水入れます。どんなもんだろうね、まあ半分ぐらいかな、容器半分ぐらい、20ミリリットルぐらい、もち入れるか、飲むか。水を3リットル。こちらの水を33リットルと仮定します。そしたら、匂いの臭いレアを打ち込むね。はい。あとは漂白。このまま放置ですね。放置。2時間以上は放置しないでくださいって書いてあるので、そこは注意です。あまり放置しすぎずって感じで、置いて付け置きしておいてください。はい、では、実際付け置きして洗濯して乾かしてもう一回使ってみたいと思います。実際使った時に汗臭くないかが重要だと思うので、洗濯し終わったらもう一回使ってしっかり汗かいて匂いを確認したいと思います。はい、ということで翌日、乾かしてきました。こっちがね、結構ね、汗かくと非常に臭くなるというジレンマにね囚われていたんですけど、どうなるかですね。まず匂いチェック。匂い消えてる。まあ洗濯したすぐなんで、匂いはしてないかなと思います。まあ、これが走って汗かいた時に、その汗の匂いがどうなるかってところがすごく大事になってくるかなと思います。あれ、T シャツこれだったよね。これもいい匂いがする。じゃあ、ちょっとこれを、着用して走っていきたいと思います。ジョギング終了。一応今日はですね、8キロ走って、そのままね、低酸素ジムですね、6キロほど低酸素ジムで走って、でもう1回8キロ走ってっていう形でトータルで22キロ走りました。いや暑かったね、気温多分30度を超えてるのでめちゃくちゃ汗かいてます。でかつ途中で低酸素ジム入って、低酸素ジムの室温は僕18度で設定してるので、まあ、結構涼しいんですよね。はい、まあ、走ればね、めっちゃ汗かくんですけど、走り始めはすごい、涼しくて、で結構汗が一回引くんですよ。一回引いてもう一回汗出すみたいな感じになって、そういったこともあって一回汗を乾燥してる状態でもう一回汗かいて、でまた今8キロぐらい走ってきて汗かいてっていう形で、結構ね、汗をかいて乾燥させて汗をかいてっていうのを繰り返しやってるような感じです。まあ、そんな中ね、この、T シャツの匂いをちょっと嗅ぎたいなと、思います。まあ、嗅ぎたいなというか、まあ、今現時点ですね、いつも走ってる時は、まあ、走り終わった後自分の体生理体操してる時にもう臭いなと、よく思うわけなんですけど、もう今この段階でその汗のいつもの臭さはないので、結構いいんじゃないかな。その匂いみたいなところってこの動画ではねお伝えしづらいところはあるんで、で誰かに嗅がせるっていうのもね不快だと思うので、もう自分の、感想でしかないんですけど、漂白剤のおかげで、結構匂いは、防げてる気がする。
汗はねちょっと臭いは臭いんですけど、あの服にこもる汗のぶり返したような汗の匂いみたいなのはないので、結構これはありなんじゃないかなと思います。ちょっと戻ってもう一回ちょっと、エンディングというか、まとめ取りたいなと思います。はい、ということで普段のワイドハイターの使い方と効果みたいなところを紹介させていただきました。このワイドハイターに関してはつけ置きっていうのもすごくいいですし、まあ、洗濯するときに、洗剤に、これを足して使うっていうのもいいらしいです。まあ、使い方はいろいろかなと思いますし、ちょっとつけ置きが一番匂いの元に効くらしいので、匂いがどうしても気になるウェアとかはつけ置きするっていうのがいいのかなと思います。普段の洗濯なんかは洗剤と一緒にこの漂白剤も少し入れることによって匂いの元は改善する。ウェアの奥底に沈殿してしまった雑菌なんかはこれで解決、多少は解決できるみたいです。一応ですね、動画で検証してみたんですけど、まあ匂いってどうしてもこう数値化しづらいところあるし、動画では伝わりづらいところもあるので、効果を感じてもらえるかどうかわかんないんですけど、僕自身はすごく使って良かったなと思いますし、今後もワイドハイターはトレーニングウェアの選択するときには使っていきたいなと思っております。まあぜひですね、まあスポーツウェアの匂い気になるとか、少しでもこうクリーンな状態で走りたいという方はおすすめかなと思うので、ぜひお試ししてみてください。ドラッグストアに基本的には売ってますし、 Amazon で購入することもできるので、Amazon のリンクは概要欄に入れておきますので、よかったら試してみたい方、Amazon から購入してみてください。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。メンバーシップメンバー募集中、月額90円では質問に動画で答えています。マラソンに関すること何でも回答します。月額490円では表では言えないシューズレビューなんかもやっています。ランショックチャンネル応援してるよって方、概要欄からよろしくお願いします。